リフナビがいない。そうなんだよ。多分あの時だと思うんだけど。みんな気をつけて。何か起きてる。何これ。あれ以降クリスペで話しかけても返事がなくて。言われてみればしばらく見ていない。改めて確認するけど、リフナビってユズさんが作ったものじゃないんだよね。うん、私は何も知らない。そもそもリフナビの言っていることは前から不可解だった。普通のリフレクターが知り得ない情報を持ってるし、目的もよくわからない。もしかしたらあのアカウントも世界システムの差し金かも。なら、なんで私たちにいろいろ教えてくれたんだろう。やっぱり返事がない。私もやってみる。なんか始まった。再起動。リフナビってもっとこうキャピーンって感じじゃなかったっけ。どうなってるの。どうしたの？そんなに慌てて。このクマ、私このクマ知ってる。え？これライムが持ってたぬいぐるみだよ。そういえば勇気とレナさんどこ行ったの？全然教室にも。二人は今日はおデートなのです。ああ、空はこんなに晴れてるってのに。何急に。つまんない。どんなにいい天気でも毎日毎日見るのは学校の景色だけ。出かけると言ったら心遠くだし、どっか別のところにパーッと遊びに行きたい。ふーん、そんなにつまんないんだ。
私が隣にいてもいなくてもあんまり変わらないってことか。違うから。私は別にそんなつもりで言ったわけじゃ。あ、今、あら、ひどっ、騙したの。ゆうきとえなさんだ。あ、でもデート中だっけ。話しかけたら悪いよね。ひどい？騙した？私が？って、やばいとこに来ちゃった？嘘が苦手で冗談すら言えなかったレナはどこ？一体どこでそんなやり方を学んで？あんたの真似だけど。でも今日のはレナが悪い。乙女のハートをもてあそんだ。じゃあ第三者にジャッジしてもらう。どっちがより悪いのか。さっきからそこをうろうろしてる星崎さんのね。二人ともごめん。邪魔するつもりは全然なくて、ここに来たのは本当にたまたまっていうか、むしろいい感じのデートスポットをなるべく外したつもりで散歩してて。そんなの分かってるから早くジャッジ。はい、すみません。とはいえ話を聞いた感じどっちもどっちだし、どうせなら反応が面白そうな方を選んじゃおう。話を聞く感じレナさんが悪い気がします。正確に言うと意地が悪いと思います。好きな子にいたずらしたくなっちゃう的な心理かもしれないけどさ、もっと素直にイチャついた方が。ちょっと星崎さん。あ、とにかくジャッジはしたんで。お邪魔しました。好きな子にいたずらしたくなっちゃう的なやつだったんだ。この急にしたり顔で。でも別にいいか。そういう顔を見られるなら結構悪くない。え？あんたには退屈な毎日かもしれないけど、私にとっては勇気と一緒に過ごせる何よりも大切な日々だから、それは覚えといて。うん、そうだね。ありがとう、レナ。ターゲット発見。いいけど。え？青、これ一体何？何って筋トレ？オリジナルだけど。それってつまり適当ってことじゃん。っていうか、なんで筋トレ？つまんないよ。屋上に来る代わりに何で遊ぶかは私が決めるって条件だったっしょ。それにほら、こうしてゆっくり動くだけでも結構いい運動に。青、今日の青の行動と私がこの間倒れちゃったこと関係ある？ある。やっぱりさ、毎回体力が空っぽになるまで遊んでるのってさすがに無理しすぎだよ。それに少しでも長く一緒にいられる方が私は嬉しいし、走り回ってダウンして終わりじゃなくて、体を休めながらのんびり過ごして。青はそういう考え方なんだ。私とは全然違うね。私は体を休めてじっとしてるのなんて
もうこりごりだから。あ、しまった。私、勇気の気持ちちゃんと考えられてなかったかも。勇気のためだって思ってたけど、病気の辛さを知らない私の価値観の押し付けだった。勇気、ごめん。ごめん。え？私、言い方悪かった。病気のこととかいろいろちゃんと青と話したわけじゃないのに、私の気持ちを分かってないみたいな言い方ずるかったね。ごめん。謝ることなんてないわ。実際私、勇気の気持ちを考えられてなかったもん。勇気？私のこと心配して、いろいろ考えてくれたのはとっても嬉しい。それは、本当だから。うん。勇気、なんだかんだ優しいよね。次に遊ぶときは、もっとやり方を考えてみよう。持ってたクマのぬいぐるみだよ。懐かしいな。なんでそんなものをリフナビが。ユズ？どうしたの？いや、なんか変な感覚が。ユズ？私は、ユズは、え？ひなちゃん！嘘！記憶が戻ったの？全部の記憶は戻ってない。本当にちょっとだけ。でも、あの日、あの時、ひなちゃんと交わした思い、温かさが胸の奥底から溢れ出してくる。心が覚えてるんだ。ユズ！うん、これが本当のユズ！四条ユズキだよ！アオチンもありがとう！なんでかわからないけど、ユズ、元に戻ったよ。アオチン？ユズさん、一体。もう、ユズさんなんて固いな。呼び捨てでいいよ。あ、はい。ユズってこんな感じなの？そう、そうだよ。これが私の知ってるユズ。不安だった。もうあの頃のユズと話すことはできないんじゃないかって。不安にさせてごめん、ひなちゃん。本当だよ。もう
やっと会えた。うん、よかった。なんだ？ライムに届ける？ってことはやっぱりこのクマ。行こう、ライムの元へ。絶対また誘ってね。いつも心配かけてごめん。ちょっと恥ずかしいな。
おはよう、ゆず、ひなちゃん。な、何が起きて？ライム！ライム！会いたかったよ。ひなちゃん。うん。ライムも、やっと会えたね、ひなちゃん。ライム、起きても大丈夫なの？体の調子が悪いとか、何か異変が。ユズ、大丈夫だよ。ライムは何ともない。だから心配しないで。本当？本当の本当に大丈夫なの？うん。無事でよかった。ライム。うん。ありがとう、ユズ。でも待って。そしたらなんでライムは目を覚ましたの？一旦学校に戻ろう。私たちはライムを保健室に連れてく。うん、みんなに連絡する。よし。私は四条ライム。改めてみんなよろしく。うん、よろしく。じゃなくて、いや、よろしくだけど、いろいろ聞かなきゃいけないことがあるでしょ。確かに。なんで起きれちゃったの？起きてしまって大丈夫なの？あなたがこの世界を維持してるって話だったわよね。うん、安心して。そこは大丈夫。それでなんで起きれたのか。だけどみんなが作ってくれたでしょ、クマのぬいぐるみ。え、クマさん？それが起きれた理由？なんでクマのぬいぐるみで起きることができたの？考え方はみんなをこの世界に集める方法と同じ。雫世界に思い出に関わるものを用意する。そして思いを共鳴させる。そうやってライムは目覚めたんだ。でもクマのぬいぐるみはきっかけでしかない。ライムが起きることができた根本的な理由は別にある。ライム、みんなに改めて説明してあげてほしい。なぜライムが眠ることになったのか。うん。ライムが眠ることになったのは、雫世界を生み出す時にみんなをここに集めることができなかったから。ここに集めることができなかったっていうのは？しほちゃんやひなちゃん、他のみんなもそうだけど、最初は学校にいなかったでしょ。うん。本当は最初からみんなをこの世界に集めるはずだったんだよ。それって逆に言えば、私たちはバラバラの状態からスタートしたってこと？そういうこと。それぞれの思いを核にして雫は形作られた。でも個人個人の雫は小さくて危うい。だからユズたちは小さな雫を一つに集めて大きな雫にしようって思ったんだけど。途中で失敗したんだろうね。一人一人の雫はバラバラのまま虚無に放り出された。途中で失敗した。そしてライムは
そのあちこちに散らばった雫をつなぎ止めなくちゃいけなくなった。ライムは雫という小さな船がどこかへ行かないよう船の怒りになってたってこと。つなぎ止めるには想定以上の力が必要で、二人とも思いの力を大きく消費することになっちゃったけどね。そっか、だからユズもあんな風に。なんでそんなことになってしまったのかは思い出せないけど、それでひとまずどうにかなった。現状維持が可能になったってだけだけどね。今はこうして全員がこの世界に集まったから負担が減って、ライムが眠る必要がなくなった。そういうこと。ただ起きれたとはいえ思いの力はたくさん消費しちゃったから、ユズたちにはもう戦う力も残ってないんだ。ごめん。謝らないでよ。こっちからすれば守ってくれたことに大感謝なんだから。本当はもっと早くみんなに伝えたかった。ウタちゃんが来た時点で準備は整ってたんだけど。クラック、うん、修復にかかりっきりでここまで時間がかかっちゃった。想定外のことばっかりだね。ごめんなさい、私のせいで。起きちゃったことは仕方ないよ。悪気はなかったんだろうし。それであの後もいろいろあったんだよね。何があったのか教えてもらってもいい？私が直接話す。ってことで私は世界システムの一部になった。それは、あ、そっか、なるほど。だから断続的に攻撃され続けてるのか。ものすごく危険ではあるね。でも決めたんだ、みんなで生き残るって。うん、ならライムから言うことはないよ。ライムも誰かを犠牲にして生き残りたいとは思わない。ありがとうライム。今の話を踏まえるとますます急いだ方がいいかもね。うん、ユズとライムの記憶を取り戻そう。あ、そっか、ライムが起きてユズも元通りになったから。昨日停止してたユズとライムの心トープも元通りになってるはずだよ。ユズたちの心トープはこの世界の管理を行う中心地点でもある。だからようやくわかるはず、ユズたちの住んでいた世界はどうなったのか。他のみんなはどうなっちゃったのか。改めて行こう、ユズとライムの心トープに。星崎さん、今日はナイスタイミングだからちょっと聞きたいことがあるの。青はさ、恋人らしいことってなんだと思う？私もレナも恋人がいたことなんてないからさ、それらしい過ごし方が分かんなくて。どこかに出かけようにもここには心トープしかないしね。
なるほど、そういうことか。まあ、私にも恋人いたことなんてないんだけど。やっぱり。ちょっと、人に聞いておきながらその返答はどうよ。でも、なんとか力になってあげたいな。雫世界でようやく結ばれた二人なんだし。恋人がいたことはないけど、大丈夫、任せて。推しで見たいシチュエーションだと思えば余裕だし。恋人らしいこと、それはズバリ勇気が手をつないであげればいいんだよ。もちろん普通に手をつなぐんじゃダメだからね。恋人っぽく勇気からレナさんに甘える。え？甘えるって。で、幸せをたっぷり満喫すること。こっちが照れるくらいののろけ話、後で聞かせてよね。おせっかい。ありがとう。さて、どうするの、勇気。待って、なんかはずい。手をつなぐなんて珍しくないのに、改まるとなんか。あ、手汗かいてるかも。私気持ち悪かったら話してね、マジで。そんなことするわけないでしょ。レナの手綺麗だね。ちょっと憧れちゃう。あんたのものだから好きなだけ見ていいよ。はい。